明日が来たのならそれでいいや。このパート、ケセラセラの魂がもうナンクルナイサー魂が6年前からもあるわけですよ。本日の知らせとはミセスグリーンアップルの春秋、歌い方の解説していきたいと思います。ボイストレーナーおしろです。イエイ。というわけでですね、春秋、春の日になんとなく気が塞いで物うくなること、またその思い、多くの人が青春期に持つ感傷的な気持ちのことを言うんですけれども、この曲はですね、元木さんが実際に高校生で卒業式の翌日に書いた、まあいわば卒業ソングかつ春ソングなわけなんですけれどもさ、ミセスの楽曲ってその季節のさ、切ない部分、例えばさ、青と夏もさ、やーいっていうだけじゃなくてさ、寂しいな、やっぱ寂しいなって言ってさ、夏の寂しさみたいなものさ、こうテーマにしてる部分もあるじゃないですか。でこの春秋もさ、春だーやーいみたいな、彼氏作ろうみたいな感じじゃなくて、これなんかちょっとみたいなさ感じる気持ちをね、一緒に練習していきましょう。そして朗報です。この曲音域が1オクターブプラス全音で収まってます。もう最近のさ、ミセスのもうナハトムジークなんかこんなに音域あるのにさ、もう春秋これだけで済んでんの、実質ね。というわけで、出会いと別れの季節、春がねそろそろやってきますので、私はもう1月に別れを経験してしまってるって感じなんですけど、一緒に本日も頑張っていきましょう。音楽のレッスンスタート。早いものねと心が囁いた、言われてみれば運早かったというわけで、大切なことは息継ぎ、もうこの息遣いが大切なんですけど、早いって入るんだけどさ、この息遣いさ、最近の楽曲にもいっぱいあってさ、ダンスホールの頭とか、ニューマイノーマルの頭とか、ソランジェル2番の入りとか、ドレスとかさ、いつだってとかさ、6年前からもう大森元貴はもう息遣いで生きてるのよ。2018年2月9日かね、これ MV 公開日なんですけど、これ知らせた誕生前なの、もうすごいなんかね、感傷的になっちゃう。まあ、そして、息吸うじゃんか。早いものねと心が囁いたじゃないのわかりますね。どっちかというと、一文字ずつちょっと跳ねていくような感じ。早いものねと心がさ、わかる、ちょ、パッ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 。で、緑のとこは、息をたっぷり吐いて、より優しく、小さく、切なく。で、赤色は、エッジボイスなんだけど、もうなんかもう切なさが、こう、切なさがこう出てきて、ここでキュッて止めて、みたいなエッジボイスにして、春だからね。笑ってみれば、これ、とかもエッジボイスなんだけどさ、ただ、早か、ただこれだ、だ、もう、切なさをここで、ギュッて止めて、早かった。また昨日と同じ今日、またはさ、よりこう、ポンポン、またじゃなくて、また昨日、また昨日、で、これでギュンっていくじゃん。また昨日と同じ今日は、少した、少した、そんなことばっか繰り返してた。こう難しいね。そんな言葉が繰り返してた。バーンの後に、で、ちょっと息吸って、かが、か、か、か、やって、エッジボイスで音を止めて、繰り返してた。で、た、これビブラートって書いてあるのはさ、たーとかじゃないでしょ？もう泣いて、泣きビブラート。繰り返してた、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 みたいな感じだよ。もう細かいやつを、ピュルルンとほんと、2揺れか3揺れぐらいさせてあげてください。次。で、ここから1周目の歌い方を別に、よりこう、リズムを大きくつけていくパートが始まります。憧れ理想とたまに喧嘩をした、どうしても仲良くなれなかった。 OK、 こう憧れ理想、あっこうで切るよ。あっこう、憧れ理想とたまたま、 N 音でちょっとこうやって溜めたいの。溜めた後にアクセント、たまに喧嘩をした、ここもちょっと難しいんですけど、たまで前に出したら喧嘩をした、 K でこう弾くの。弾いた時にね、ビブラートがかかると、元木さんっぽくなる。たまに喧嘩をした。わかる？たまに喧嘩をした。どうしても仲良くなれなかった。で、なんか言った。ため息で終わるんですけど、これさ、仲良くなれなかったのさ、ってこのさ、エッジボイスの気持ちを想像してみようぜ。あ、ここに理想！そう。青春時代っていうのはさ、やっぱそういうものがあるわけじゃないですか。なんか、こう、なんかこう野球選手になりたいとか、部活でインターハイ優勝したいとか、もう先輩、このライバルに勝ちたいとか、勉強頑張りたいとか、あの子が好きだ、私のことを認めてくれ、こうなりたい、あーっ
ていうのさ、大変だっけ青春期っていうのは。私は今でもそうなんですけど、でも多分元木はというか、ごめんなさい、これを書いたミセスの大森さんは、大森元木さんかどうかわかんないね。まあ、少なくともさ、この曲の主人公像のさ、主人公はさ、どうしても仲良くなれなかったわけでございますよ。まあ、少なくとも素直にこう憧れ理想みたいなものにさ、パーンって突き進んでいけるような性格というか、高校時代ではなかったんでしょうね。実際にさ、青さのかけらが生き交うがやっぱり摘み取ることはできなかったわけですよ。青さっていうのはさ、青春のかけらだと思うの、私は。だから憧れと理想とかさ、まあそれもイコールだと思うんですけど、そういうものがもう周りではさ、高校生活ではさ、青春時代で生き交うわけなんですけど、この主人公はそういうさ、青さのかけら、青春のさ、こういうかけらをこうなんか自分でゲットすることはできなかった。だからこのままちょっと解説しちゃうけど、大嫌いだ、このさ、ライダー、ここにさ、青春なんか大嫌いだ、憧れなんか理想なんか大嫌いだって気持ちを裏声に切なく乗せて、大嫌いだじゃないじゃん、大嫌いだいいだで15に戻ってきます。そして人がで、ここで細かく息吸っていいと思いますよ。人が大嫌いだ。なんかこのさ、ライはさ、ずっとエッジボイスが、エッジボイスかけることが重要なんじゃなくて、みたいな、この、大嫌いな、最初なんて、憧れなんて、理想なんて、追いかけるなんて、大嫌いだっていうのが、喉の奥の方でこらえて、こらえて、こらえてたのが、ライだ。こうね、ってなる感じ。友達も大嫌いだ。そして最後にさ、本当は大好きだ。あいい曲だよね、これね。だけど、人なんかだけど、友達なんかだけど、っていうさ、気持ちの裏側にあるのはさ、やっぱその、憧れとか理想とかを素直にさ、追っかけてるさ、友達がさ、やっぱ眩しくてさ、それを素直にさ、こうなんか、認められないの、悔しい。俺だってそうしたいのに。僕だってこうしたいのに、なんかうまくこうまっすぐ生きられない、こうでもなんかそうやってキラキラ生きてるお前らのことは本当は好きなんだけど、大嫌いなんだ、大嫌いなのはきっと友達のことじゃなくて自分自身のことかもしれないみたいなさ、そういう感じ。なんかさ、もう本当に裏表みたいな人間の心理描写も全てがここに詰まってると思いませんかというところで、ちょっとなんか説明しすぎたんですけど、ここまで3パート歌ってみましょう。 Here we go。早いものねと心が囁いた、言われてみれば運早かった、また昨日と同じ今日は過ごした、そんなことばっか繰り返してた。憧れ理想とたまに喧嘩をした、どうしても仲良くなれなかった、青さのかけらが生き交うがやっぱり摘み取ることはできなかった。大嫌いだ、人が大嫌いだ、友達も大嫌いだ、本当は大好きだ。はい、このパートもエッジボイスから入るんだけどさ、今までのさ、みたいなさ、じりじり系のというよりどっちかというと、明日、なんかこの うなるような感じかな。明日が晴れるなら、なんか、まず、晴れでさ、ここはさ、じりじり系でいいと思うの。じりじり系エッジボイスで、そのルーが難しいんですけど、レールーなら、エールーなら、なんかさ、ポーンって落ちてきたいんだよね。ルーならって丁寧に落ちるんじゃなくて、レールーなら、オッケー。それでいいや、明日が来たルーのなら、ノーも一緒ね、ルーと一緒。ルーのなら、それでいいや、あなたが笑うなら何でもいいや、世界は世界は、ちょっと回だけこう柔らかく、世界は世界は変わりゆく、ここだけ裏声ね、ゆくけどそれだけでいいや。はい、というわけで、なんかさ、ここまでのさ、大嫌い、大嫌い、大嫌い、大好きなんだっけこの曲、大体ホールドミーですね。のパートとさ、このパートってさ、ちょっと対照的じゃないですか。
ミセスはさ、いつの日にも私たちを全肯定してくれるんですけど、なんかさ、憧れとか理想とかさ、キラキラしてるものにさ、飛びついてくさ、友達とかさ、周りの人を見てさ、なんだもうバカじゃないの、そんな本気になっちゃって、マジになってんじゃねえよ、みたいな、うーらーみたいな、そんな、でもそんな自分が大嫌いで、そんなもんだと、さ、でも素直に生きたかったのだから、みんなも大嫌いなのよ、本当は大好きだ、うわってさ、嵐のようなこの青春期の、思春期の心の中を描いたんだけど、でもまあ、それでいいわけよ。なんか心の中がぐちゃぐちゃだろうがさ、うまくこう素直になれなかろうがさ、まあまっすぐ生きてる人も、まっすぐ生きれない人も、それでさ、嫌いとか好きとかさ、なんかもう言葉も思ってもないようなこと言っちゃったりとかさ、自分のことさ、傷つけたりとかさ、そんなことがあっても、でも、いいの。明日が来て、春が来て、夏が来て、こうやって季節は巡り、そうやってただ時間が経っていく、この中に生きてる我々全てのことを肯定してくれる、このパート、ケセラセラの魂がもう、ナンクルナイサー魂が6年前からもあるわけですよというところ、大切にしながら歌ってみましょう。ちょっとこれボイトレ動画なんだけど大丈夫かな。いきますよー Here we go! 明日が晴れるなら、それでいいや。明日が来たのなら、それでいいや。あなたが笑うなら、なんでもいいや。世界は変わりゆくけど、それだけでいいや。チャチャラララ、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。